たちったら何でもかんでも分類区別ジャンル分けしたがる人はなぜか分類したがる習性があるとかないとかこの世の中に種類の人間がいるとかいう君たちが標的権持ってるやつと持てないやつとかちゃんとやるやつとやってないやつとか陰キャ陽キャ君らは分類しないとどうにも落ち着かない気づかない本能の外側を覗いてかない気分が乗らないつまりそれはそんなシンプルじゃないもっと曖昧で繊細で不明瞭な何か例えば持ってるのに出せないやつやってるのにいけないやつ持ってるのに悟ったふりして透かしてるうちに不安になっちゃったりするやつ所詮あんたはギフテッド私は普通の主婦テストそれはいいでしょう素晴らしいんでしょう使うもの証明の完成なんじゃない夢を持ってなんて言ってないそんな無責任になりはしないただその習性に加われないでそんなハビット捨てるたび見えてくる君の価値俺たちだって動物こういうのって好物ここまで言われたらどう普通腹の底からこう普通普通と俺たちだって動物故にもちゅうるオリジナルな習性自分で自分を分類するなよ壊してみせるよそんなバッハビットそんなバカビ大人の俺が言っちゃいけないこと言っちゃうけど説教するってぶっちゃけ快楽酒の魚にすりゃもう傑作でもって君も進むきっかけ見慣れそれそれでウィンウィンじゃんこりゃこれで残念じゃんそもそもそれって君次第だしその後なんか俺興味ないわけこの先君はどうしたいって人に問われることしたい終わりじゃないと信じたいけどそうじゃなきゃかなり非常事態君たちがその分類された普通の箱でくすぶってるからさ俺は人生イージーモードずっとそこで眠っててやらさ俺はそもそもスペックが低いだからあがいてもがいて醜く吠えた俺のあの頃を分類したら誰の目から見ても明らかすぐ世の中彼だとか愛だとか運だとか縁だとかなぜにもして片付けちゃうの俺たちはもっと曖昧で複雑で埋めるような何か悟ったふりして怒るなよ君に君を分類するの言われたらどう普通腹の底からこう普通普通と俺たちだって動物故にもちゅうるオリジナルな習性自分で自分を分類するなよ壊してみせるよそのバッハビットこういうのって好物ここまで言われたらどう普通腹の底からこう普通普通と俺たちだって動物故にもちゅうるオリジナルな習性自分で自分を分類するなよ壊してみせるよそのバッハビット